こんにちは、パーカークマだよ。今日は日光東照宮にやってきたよ。早速見に行ってみよう。拝観チケットを買って表門をくぐると、目の前に東照宮のお祭りに使う道具などがしまってある三神庫があるよ。その中でも特徴的なのは神神庫。南側の妻側には加納探幽が想像して描いたという二頭の像、想像の像が描かれているよ。三神庫の反対側には見ざる、聞かざる、言わざるで有名な三猿が描かれた神厩舎があるんだ。厩舎に猿が描かれるのは、猿が馬を守護する馬神とされてきたからなんだって。参道を進んでいくと、陽明門と回廊の2つの国宝が見えてくるよ。両方とも彫刻がとっても細かくて色鮮やかなんだ。陽明門をくぐると東照宮の最も重要な建物、本殿と唐門が見られるよ。東回廊くぐり門の蛙股に彫られている国宝眠り猫を見ながら、その先の階段を上がっていくと、東照宮の中で最も神聖な場所とされる徳川家康のお墓を見ることができるんだ。ぜひ参拝に行ってほしいところだよ。今回は日光東照宮に行ったよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。